千葉県立津田沼高等学校。千葉県立津田沼高等学校は、千葉県奈良市の市役津五丁目にある県立高等学校。1977年に、千葉県教育委員会で津田沼高等学校の設置を決定し、1978年に学生募集を開始した。開校初年度、1978年は、奈良市の市立三化小学校校庭において、 プレハブカリ校舎で授業を行った。もともとは千葉県立奈良市の高等学校という名称になる予定だったが、奈良市の市立奈良市の高等学校を要する奈良市の市よりクレームが入り、設置決定直前になって奈良市の,市の前身津田沼町の名称に予知する現在の校名に変更された。これが現在の津田沼は奈良市の,市の一部地名に過ぎず、 その津田沼と津田沼高校は隔たった位置にあるため、一見不自然な校名にも見える、津田沼高等学校の名付けられることになった経緯だが、同校は津田沼とは言い難い場所にありつつも、目の前の谷津干型の谷津とは、津田沼の由来の一つで、津田沼地区から離れた津田沼以外の地域でも、津田沼という前がついているものはいくつかある。通称は津田校とされることが多い。 松本五十一作詞、広瀬良平作曲で1979年に制定。一番から三番までの歌詞があり、一番では生徒の立つ学校の土に、二番では学校の望む海に、三番では東京湾を隔てて富士山の姿を映す空に例えて生の抱負を歌い上げる。ただし1990年代までは、 実際には1番と3番のみが歌われることが多かった。2番の一節に、アーわが愛の楽園とあり、特に学校外で、校歌聖唱が行われる場面で、教員が歌わせることを是としないと判断した場合には、省略されるためである。例年入学式の翌日に行われる。生徒会本部からの発表、各部、同校会による発表が行われる。 例年6月に行われる、生徒会本部予算についての会議。例年9月第2週の金曜、校内と土曜、一般公開に行われる、文化祭である。正式には秋やキラ祭文化の部であるが、こちらを秋やキラ祭と呼ぶことが多い。軽音楽やダンスの部、同公開はないが、ここで有志として発表する生徒もいる。例年9月末10月初めに行われる、 正式には秋秋ら祭体育の部だが、体育祭と呼ばれることが多い。赤、青、木の三色の組に分かれて競う。また、秋秋ら祭体育の部として行う場合もある。かつては、校内陸上大会という名称で、記録会色の強いものであった。例年10月に行われる、例年1月に行われる、生徒会本部主催で有志の生徒が集い、 通学路の清掃活動をする。地域のボランティアと連携して行うこともある。例年卒業式の前日に行われる。各部同好会の1、2年生からビデオレターが放映される。例年5月初めに行われる。近年行っていなかったが、平成28年度より1年生は九十九里浜のウォーキングを行う。例年12月に、 奈良市の文化ホールにて行われる。平成30年度に限り、国立劇場東京都千代田区での歌舞伎鑑賞を7月に行った。平成28年度に初めて船橋運動公園にて行われた。秋秋ら祭マラソンの部と称されることがある。普通科高校であるが、音楽科に準じる授業を選択できる音楽コースを開設しているのが特徴的である。 最近では、1年時は普通コース。2年時には、音楽コースと、文系コースと、理系コースを選択できるようになっていたが、平成27年度の入学生より、以前のような3年時より、文系コースと、理系コースを分ける形へ回帰した。音楽コースは、開校2年目入学生より開設。初期には1年時より、音楽コース教育がスタートしていた。野球部。 サッカー部、バスケットボール部、バレー部、ソフトテニス部、公式テニス部、ソフトボール部、バドミントン部、卓球部、陸上部、体操部、ダブルタッチ部、柔道部、剣道部、弓道部、アーチェリー部、水泳部が活動している。初代校長である白銀彦太郎が弓道を足しなんだこともあり、創立時より弓道部とアーチェリー部が活動している。数 要求療法の部活動が存在する高等学校は多くないため、津田沼高校の体育系部活動の大きな特徴となっている。2000年代になってからの活躍としては、アーチェリーブの平成18年度以降に複数回、インターハイ及び国体への出場や球道部の全国大会出場が挙げられる。また、ダブルダッチ同好会は、 平成28年度に部へ昇格した。オーケストラ部、吹奏楽部、合唱部、演劇部、作動部、書道部、稼働部、美術部、文芸部、創作漫画部、理科部、科学班、生物班、天文班、電子工学班、写真部、家庭部、英語研究同好会、JRC 同好会が活動している。 昭和50年代から60年代にかけては、当時天文部が流星観測で実績を上げていた奈良市の私立第六中学校の天文部卒業生を多数、吸収していた地学部や多日日方に隣接した環境を生かした理科部生物、演劇部といった非音楽系の文化部の活動も盛んで、体育系の部活動よりも文化系部活動の活動が目立つ工風であった。現在、 地学部は理科部天文班として活動している。時期は不明瞭であるものの、平成28、9年度に科学部、生物部、天文部、電子工学部が理科部に統合された。生物班は、多日日型の青さの有効活用法として、バイオエタ能力化を研究しており、ニュースゼロ、日本テレビや、噂の、東京マガジン、テレビ、東京などといった、 多数のメディアに取り上げられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。